前遅いよ。わかりました。パシフィック。あ、そう、気が終わっちゃったってね。うん。あと、次が2時かな。2時にできんの？多分。パシフィック？うん。あ、そうなんだ。いけるじゃんじゃん。プールタイム的にはね。いけるね、これ的には。1日2回できるんだ。あ、早かったら。わ、ブス。ブスだ。おかえり。懐かしい。すべてが懐かしくなってる。そう、私マジでね。家のプリズンでね、いる。家の鍵全部なくなってんだけど。そう、あのね、見たら家のね、全部があれになっちゃったの。消しました、家が。あの、なんだっけ。家が一回取られた。あ、そうなんだ。国に。あ、なるほどね。え、誰に言えば帰ってくる？だからね、ボスにね、入れてもらえる鍵全部。え？自分で買った家も？くっそ手忙しい。それね、なんだっけ、リフォーム屋さんかも。リフォーム屋さん、不動産屋さんね、言って、あの、全部の買い取り、そうそう、買い戻しは0円だけど、ここだけでいいとかになるとまた値段変わっちゃうみたい。ちょっと高いんだよね、今。うち代と家代になるの。こいつ、もう一回。うち代と家代？そう。うち代かかるの？そうだよ、今。場所によって値段違う。1億かかるとかある。そうなんだ。早っ！何その殴り方？早っ！え？えぐない？何あれ？やばいやばいやばい！えぐ！最強になった。最強だ。白い強くね。最強になった。白井さん、それもしかして編み出したんか。これちょっと、これね、多分口で言わない方がいいかも、今。あ、確かに。これはまた、これ言っちゃダメだ。え、これ最強だ。これはやばい。えぐ。はい。あの、携帯が変わったんですよ。え、そう。今ね、みんなにね、電話しようと思ったらもう、白井流。なくなっちゃった。おばあちゃん。え、交換しましょう、連絡先。どうやったらいいか。白井流。これ、電話のアイコンに入れてもらって、あのさ、なんか企業メッセージアクションから戻れないんだけど。ちょっと乗ろう。戻るくらい。携帯の下のところ。これ取れるかな。取ったろ。手クソ忙しいからさ、最初に殴られる。すごいぞ。一方的にやられるんだよ、これ。どうにかする。どうにかなるか。なんかかっこいい名前つけましょう、それ。白井流かっこ悪い。なんかないかな。白線。白線。あ、白線でいいかも。白線。黒線超えて白線ね。白くなった。ちゃんと白くなって。白井さんの白も入って。いいね。ワンパンチでもいいっすよ。2倍くらいの速さで。やばいぞ、今の。俺、2人見えましたもん、白井さんが。そう、さっきさ、いろいろ暇だったから。アウシングしながらさ、いろいろ適当に遊んでたら、なんか変な感じになって、自分の挙動が。で、ちょっとこれ以上言うとあれだ、あれだから、ちょっと、まあ、今度、まあ、見つけたんすね、新たな。なんか見つけた。店舗。いや、でも、多分他も絶対知らないですよね。あの動きしてる人いないですもんね、だって。あれは見たことない。見たことないっすよ。いや、絶対言わん方がいいわ、これ。うん、ワンチャン今日限りの可能性すらあるから、この技。ボールインの人は全員にやらせるんじゃなくて、アンダーボス以上の人間で共有しておいて、呼んだら使えるぐらいにしといた方が悪いかもしれないですね。確かに。あんま広めると。見せよう、白井流。白井流。お、行こう。来た。お願いします。これ何かわかります？え？これヒロアカ？あ、左から2番目はめっちゃわかる。ね。俺わかりますこれ。後ろ姿パッと見一瞬薄めで見て薄めでうん一回ぼやけるぐらいの薄めで見て一回ぼおおぼぼぼぼぼぼぼでかいおおいや毛量足りてないだろわかるかいけ早く早く直り合い殴り合おう毛量足りてないけどなリセットあげて、白井流。白井流。頑張れ鼻毛神経いけ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 勝て勝てろ白井流白線があること。鼻毛神経。鼻毛神経があるぞ、こっちは。鼻毛神経、こっち。やりますか。やりましょう。だって頭がバグる、これ。本当に。だって。いけるいける。オッケー。よーい、ドン！頑張れ。頑張れ。やばい。キャッチャーならって感じ来た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 ナイス
ほよナイスナイスそんな早いの見たことない。うぇこれが白井流。白井流。白井流。今の速さを初めて見たぞ。初めて見たね。初めて見た速さだった。うわこれなんか見つけてんなこれこれなんか見つけてんな。まあまあまあ。ただ白井さんが取りました。ナイスマジで。えさすげえな。ハウジングの中で見つけたのか。ハウジングしながら見つけたぞ。これあれか、ハウジングを長時間しないと手に入れない裏スキル。ボボボ、ハウジングをするんだ。ハウジング。ハウジングで見つけるんだ。12時間以上ハウジング部屋にこもったら到達する。謎の修行。そうアニメあるある謎の修行。あれ直さなくていい。ラスキル。ああ直してほしい。絶対わかんないってこっち。おじいなの。一応白いか。直すのかい直さないのかい。どっちなんだい。うわ、あの筋肉か。ボボの人と肌の色逆じゃない。逆の鼻毛出せよ。ヒサロ行った。勢いだけやめて。いや力ないな。嫌がってるでしょ。聞こえない。無理しないで。いやオッケー。取れました。勝った勝った。白線、白井流白線で取りました。白井流ナイス。最強か。ナイスです。お着替えバッグある。何よ。境地ですね。いい、すごすぎるあれは。もう負けなくなった。いやでも、もうボスと白井さんとぐらいである程度共有しておいて。そうだね。で出てきたら おい来ちゃったぞやつがみたいな感じの方が良くないですか。なんかこれそうだ、あんま広めない方がいい。暑いっすよね。絶対広めない方がいいかも。平井さん、はい、とんでもない戦闘能力を携えたと聞きましたけど。ちょっとなんか目覚めましたね。本当ですか。ハウジングしまくって空飛ばないと手に入んないですか。普通にやってみます。いいんですか。お手合わせで。熱熱熱。頑張れ。マジ多分ね勝てないよ本当に。うまくできるかわかんない。本当。じゃあちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい、もうちょい離れて。よーい、まず誰行くかとかいろいろ話す。行け。え、来た来た。ほら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 。来たほら。やばくない。あー、まだ立ってる。どこいるんですかこれ。玉は死んでる。玉は死んでる。玉は死んでる。お前え、自分が死んでるのに気づいてない。これ気づいてない。超悲の死に方。これちょっと死んでる本当に。死んでる俺は。これ。あまりにも早い殴りで。ああ今だ。今来た。なんというパンチ。なんだこれ。お前はもう時空を超えた。すげえ。あ、俺自身死んだことに気づかなかった。マジかこれ。うわあやってるやんけ。あ、やってるやんけや。どうなんだこれ。こんにちはと。これはどんな感じでしょうか。こんにちは。白井さんが最強。7分。これはもう白井さんに。いや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 。大物遅いやん。あ、ごめんなさい。ゴールデンウィークちょっとやって勝ったら来いよ。あ、そうだ。あ、殴り屋ですか。うん。よし、ナス来い。いや、ちょっとお待ちください皆さん。最強が来ますんで。いやいや、本当にごめんだけどうち負けない。すごいじゃん自信が。え、ジョークかける？なんで？なんて？呪力かける？かけんねん。呪力持ってねえよ、バカ。持ってねえ、持ってねえ。いや、もう二呪力でもいいよ。バカバカバカ。絶対負けない、俺。おお。え、モンちゃんがやんの？あ、その、体格のおかげでカンフーが使えるようになったってのもあるか。ちょっと、クンフー戦だな。都市空間に目覚めたな。これやっぱその服のおかげかもしんない、やっぱり。俺も着とこう、それ。シナリュー。来た。じゃあ、ノーリミの方誰と戦います？これ誰名前？ボボボ。ボボボ。はい。もうちょっとボリューム欲しいな。はい。チンチチン。だね。チンチチン。チンチチンは？いいよ。何を言うか。じゃあ用意スタートの声分けします。よーい。スターティン。頑張れ。頑張れ。いいね。うわ強。うわ入った。入った。おたん。これしゃーない。あらら。やっぱ強いね。強いな。勝てるんだけどな。ボボボ。すごいね。もう白井流。これが鼻毛神拳です。鼻毛使ってた今。
あれじゃ動画全部じゃお前遅くて見えなかったよ、鼻毛やったろか早すぎて見えなかった、もうやってるよ、お前来いよほー、やったろうか来いよ、お前最初からやってないからやりてんだよミスあげよう、アンブレラにもミスあげよう、あ、じゃあこれ持ってないか、オッケー、うん、じゃあアンブレラは誰これ、ちょっと待って、待っていいですか、じゃあ白入りをミスあげるよ、どういうこと、あ、いいの、あー、でもじゃあ我が輩こいつ倒さないといけないからゼロ、やってあげな、あー、じゃあ僕行きましょうか、おっ、行ったら行ったらちゃんと見て、ちゃんと見て、白入りを、ちゃんと見ろ、うん、よし、オッケー、あれ、行きますよ、よーい、スターティン見したれ、うん、こっから、こっから、こっから、来た、来た、待ってさ、来た、それ最強、バケモン、これが白井龍、これが12時間ハウジングをした男のハウジングでレンタパンツ、レンタパンツハウジングだ、これなんでああなるんだ、今のバケモンだって、何今の僕の境地よ、俺らチャイダだし、服がちょっとありがとう、セク来ていいよ、こいつやってみて、なんであんな出るんだ、すぐに、あ、やっていいよ、あれ何、え、見た今、足とさ、手、どっちも出てたよ、と足と手、両方連打で出てたよ、いやー、残ってるの、何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 、なんか変だぞ、やばすぎやろ、なんか変だぞ、いや、誰が勝ってるんだよ、白井さん、俺のこと乱させていいじゃん、イカチョコ5個くらい使ってる、おい、バケモンだって、バケモンやあれ、うわ、やばい、早すぎる、マジでやばい、早い、それは早すぎ、早すぎ、まずい、まずい、これ、やばいよ、これ、いや、これマジでやばい、これ、これやばい、ガチでやばい、誰も勝てない、これ、これ、誰も勝てない、勝てない、やば、早すぎる、これはやばい、レートがエグい、やばい、なんだあれ、なんでだよ、やだこれ、わわ、勝てない、どんどん早くなる、死なせてくれねえじゃん、やばギアが上がる、すっごい、ちょっと、なるほどね、白龍一旦強すぎかもしれない、ちょっと強すぎか、半端じゃねえ、これやだもんな、普通に、大丈夫、白井さんの体壊れてません、大丈夫です、一応ね、これでやろうと思えば誰でもできるね、そうなの、すげえ、いやいやいや、まあ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 、うわ、気になる、気になるな、普通気になるけど、白井龍やばいな、ちょっと白井龍やばい、100億で潤うぜ、バカバカ、これバカバカ、どうやって勝つ、無理無理、あれは無理だよ、うん、無理無理、最悪これもう殴れなしになるぞ、これなしですね、もういやいやいやバーシャンで決める、先に並んでなしにするしかないよね、これそうだね、対抗策は、うん、しょうがない、見つけるしかないのよ、自分で、そうだよな、そうだよ、ハウジングすればいいのか、これ俺らもハウジングしまくろうかな、じゃあもう100時間ハウジングだ、これその頃には多分できるな、そっか、すげえや、ヒントあげたじゃん、ハウジングって。そうだ、ハウジングなの、本当に。ま、ちょ、あの、待って、ハウジングはマジ関係ない。関係ねえのかよ。関係ないか。関係ないと、お前。関係ないと、お前。俺も騙されたって。あら、いや、普通に、普通に暇だったからさ。すごいな、でも。すごかった。いや、いいの見せてもらった。ありがとうじゃん、ありがとう。ありがとう、白井先生。ありがとうね。あ、行ってこい、行ってこい。また今度でいい？また今度やるよ。あ、買ってやるよ。すごすぎるよ、白井さん。ね、受けたらわかる。俺、倒れられねえ、もう。何もできないんだ、もう。これ、ゲッツ面白すぎた。立ったらもう死ぬ。遅れて死んだからな。そう。仁王立ちで死んでたもんな。これ、しばらくはもう、白井さんの手の内がバレるまではもう、そうやね、俺ら最強っすよ、今んとこ最強で、ちょっと強すぎて今俺不安になってるけどね、大丈夫かなって、大丈夫かなってな、大丈夫でもいるじゃん、もし長期間離れるようなことがあったら、あの弟子を一人作ってそいつに伝授してくださいよ、そうだね、もうあれ以上はないと思ってた、あれが最速だと思う、あれやばいね、マジか、だからでも初手の一発目って結構食らったりするんで、白井さんが、そうね、あの一発目でスタンが入んなかったらこっちの勝ちってことですもんね、だってそう、ボコボコにしてきた、きたニギャング潰してきた、白井さんが、やばやばいよ、やべえ、マジでニギャング潰して3連勝してきた、白井さん、やば勝ちで強い、ケッツンなんか立ったまま輝いてる、早すぎて